ご視聴ありがとうございます。この動画は次の通りになっています。以上のことを踏まえて、もしよろしければこの動画をお楽しみください。桜の花が咲いていますね。そろそろお花見の時期になりました。桜の花は散ってしまうからこそ美しいとよく言われます。この日の雨や風で散ってしまった桜の花びらたちが地面に落ちていました。今見えるパナソニックスタジアムで別の桜も散ってしまう予定になっています。そう、大阪ダービー対戦相手のセレッソ大阪に散ってもらう予定です。この日ガンバ大阪の選手たちを乗せるバスをみんなで待って応援鼓舞いたしました。決起集会がありました。この時の動画は該当欄に載せておきますので、もしよろしければご覧ください。決起集会が終わってしばらくスタジアムの外を散策。外のキッチンカーに多くのセレッソ大阪のサポーターも並んでいて大繁盛でした。そういえばこの日のクラブ会員限定のサイン会は高尾選手でした。オフィシャルのツイートでスタメン発表ありましたが、名前がなく心配していました。試合後のポヤトス監督のコメントでウイルス性の胃腸炎と分かりました。私もかかりましたが、かなりしんどい病気です。それでもこの日は笑顔でファンサポーターへのサイン会に出られていたので、もう大丈夫みたいですね。よかったです。高尾選手のファンサービスを見届けながらスタジアムの中に入りました。この日は朝にヤフーの天気予報を見ると、ダメ信号ぐらいには止む感じでしたが、結局止むことはなく風も強くなって大変でした。さすがのパナソニックスタジアムの屋根でも風向きが悪いせいもあって、私の席でも雨に当たってしまったので、カッパを着ないといけない感じでした。そして今回の対戦相手のセレッソ大阪、チーム同士はもちろんサポーター同士もライバル関係でメラメラなので、セレッソの選手たちがアップに出てきた時、ガンバ大阪サポーターによる大きなブーイングでお迎えいたしました。セレッソサポーターはこの後2ブー制ガンバのチャントを、ガンバ大阪サポーターはそれに対して大ブーイングでお返し。ルールで決められた中でのプロレス、このやりとりは大好きなので、これからも本当にルールを守って行ってほしいです。そしてガンバ大阪の選手たちがアップのためにピッチに、サポーターの応援のボルテージやテンションがさらに上がりましたね。ここからガンバ大阪の選手のアップなどを見ていただきます。
合は久しぶりにガンバ大阪が大阪ダービーでセレッソを上回る内容。鈴木武蔵選手のシュートをセレッソの選手がハンドいたしましたが、審判に見逃されました。ルヴァンカップでは VAR がないので本当に残念でしたが、それ以降もガンバ大阪が攻めてあと一歩まで追い詰めるシーンが何度かありました。また神戸戦から続いた試合開始直後の失点もなく、この内容なら勝てると思う前半でしたね。そういえばこの香川選手を見るのは初めてでした。ドルトムントやマンチェスターユナイテッド、そして日本代表での活躍を知っているのでちょっとだけ楽しみでした。後半も同じくガンバ大阪のターンでしたが、またもやバックパスからのミスで失点。もう開いた口が塞がらない状態でした。ここからセレッソがチームもサポーターも勢いがついて、徐々にガンバ大阪を追い詰めていきました。本当に追い詰められましたが、後半のアディショナルタイム途中出場での飯野選手が起死回生の同点ゴール。ガンバ大阪ユースから育った飯野選手はその時から大阪ダービーの重さを知っているので、執念で決めたゴールだったと思います。この時あまりの嬉しさで大声で喜んで、お隣の人たちと久しぶりにハイタッチしちゃいました。この後もイケイケで黒川選手のシュートで逆転と行きたかったですが、残念ながら 1-1 のドローに終わりました。試合後両チームのサポーターから大ブーイングに。おそらく主審に対してでしょうね。最初のハンドは見逃されるし、ブレブレの判定に意味不明なイエローカード、もちろんセレッソ側も納得できないシーンもあったと思います。この前の札幌戦は審判交流プログラムでイングランドの方が来られていましたが、もうあの審判の人が懐かしく感じます。試合後選手や監督の皆さんがサポーターたちに挨拶の際、ブーイングが、大阪ダービーは勝利以外は認めていないってことですね。私は少し甘いですが、チームのみんなの頑張りや執念で同点に追いつき、勝利まであと一歩だったので拍手でした。次の5月のリーグ戦やルヴァンカップのアウェイの際にはきっちりベストメンバーで勝利してくれると信じています。最後に日曜日の雨でルヴァンカップで2万5000人以上の方々がパナソニックスタジアムに来られました。本当に喜ばしいことです。これからももっとたくさんの方々に来てほしいものです。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。高評価やチャンネル登録をお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。